県の弘前市にある、弘前公園向かいの津軽藩ねぷた村です。こちらは津軽藩ねぷた村の見学コースの中にある陽気園という庭園になります。大石具学流の庭園で国の登録記念物にもなっております。こちらの池の方に、カモの親子が2組今おりまして、子供が8匹とそれと11匹と大変にぎやかになっておりますので、カモがすぐ大きくなってしまいますから、大きくなる前に皆さんぜひ可愛いカモを見に来ていただければと思います。相当お腹いっぱいそうでね、もしよかったらここまで来るとカメラ撮りますよ。抱いてる状態。もう昼寝って感じだ。ここまで来てもらって。どこ行ってもこういうふうに
あっちの方にいるやつのこれは娘です。娘ですか。まだお腹いっぱいって感じですね。そういうわけで、あとごゆっくりどうぞ。すいませんね、本当は全部呼べるはずが、外的に言うと興奮しちゃって。こういうわけで、結局毎年帰る。